ロック級フリゲートは、イギリス海軍のフリゲートの艦級。先行するリバー級をもとに急速大量建造に対応して設計され、1942年度戦時予算より建造を開始した。また後に、防空艦としての米級も派生した。戦艦機のイギリス海軍は、ロンドン海軍軍縮条約での制約が緩い、スループを戦団護衛に充当する方針で、グリムス B 級、 ビターン級、イーグレット級、ブラックスワン級と順次に整備を進めていた。また局地防衛のための小型艦として、キングフィッシャー級も整備されていた。しかしこれらのスループはいずれも従来の軍艦を踏襲した複雑な設計を採用しており、第二次世界大戦勃発に伴う戦時急増への対応は難しかった。このため、 対戦勃発に伴い1939年7月に着手された戦時緊急計画では、まず局地防衛用として、捕鯨船の設計を発展させたフラワーキューコルベッドが建造された。戦局の急迫を受けて、同級は当初想定されていた近海域にとどまらず、大西洋の戦いに広く投入されていたが、 感型の小ささと速力の遅さによる外洋行動能力の低さが顕在化したことから同様の設計思想で大型化したリバー級フリゲートも建造されることとなり1942年4月より順次に収益を開始したリバー級は実戦部隊に好評ではあったが大型であるためにどうしても生産性が低く建造数はフラワー級の半分程度に止まっていた このことから、1942年10月、リバー級をもとに、ブロック建造方式を導入して、急速大量建造に対応したフリーゲートの開発が構想され、1943年1月には、爆量要求事項が認可された。これにより、1942年度戦時予算より、建造が開始されたのが本級である。朝鮮首型という型は、リバー級と同様だが、 急速大量建造に対応して構造は大きく刷新された。船体構造は一般商船と合わせて縦式構造が採用された。また蒸気の通りブロック工法が導入されており、船体構造の80%がブロック化された。造船艦が派兵されてアメリカ合衆国でのブロック工法の導入が図られており、鉄道、道路での輸送の便を考慮して、 個々のブロックは、寸法としては29フィート8フィート6インチ8フィート6インチ、重量としては2.5トン以内に収まるように配慮された。また工作にあたっては溶接も導入されている。機関はリバー級と同構成とされ、ボイラーはアドミラルティ式3動型水管ボイラー、主機関は直立型直列4気筒3段膨張式の、 レシプロ蒸気機関による二軸推進艦である。また一部の艦では、パーソンズ式、オールギアードタービンを搭載した。速力は、リバー級とおおむね同程度で、基準状態で20.5ノット、燃料半量時で19.5ノット、満載状態で18.5ノット、ドック入り後半年、熱帯海域という状況では17ノットであった。一方、 重油搭載量は724トンと増加したことから、航続距離は大きく延伸されており、15ノット、巡航時で7000回りと見積もられた。本級は一義的に対戦艦と想定されたことから、電波兵器としては271型レーダーと短波方向探知機を搭載するものとされた。 艦砲としては四十五口径十点二センチメートル単装広角砲一機を艦首艦班に搭載した。浮上潜水艦との交戦を想定し、1 0 0ヤードの近距離目標にも射撃できるよう艦班出場に課して搭載する形式とされた。広角機銃としては、当初計画ではアメリカ海軍式の五十六口径四十ミリメートル連装機銃が予定されたがマーク。 51包位板は小型艦にはそぐわないとして39口径 40mm4 連装基準に変更された。また、これを保管する原則装備の広角基準としては70口径 20mm 基準を連装2機、単装2機搭載したが70口径 20mm 連装基準については後に多くの艦で56口径 40mm 単装基準に 完走された。対戦兵器としては、新兵器であるスキット対戦迫撃砲が搭載された。これに伴い、在来型の爆雷は、爆雷投射機2機と爆雷投下機場1乗、合計搭載数15発に削減された。1942年度戦時予算より建造が開始されたものの、戦況の好転に伴って、当初予定されていた大量建造は中止され、 本級として竣工したのは28隻に止まった。26隻が対日戦向けの防空艦として米級に振り返られ、2隻が母艦に艦手変更したが、54隻が建造中止となった。ありがとうございます。